ごめん。やっぱりさ、さすがに堀さんを彼女に間違えられたら、いくら俺でも照れるって。ああ、でもちゃんと堀さんとはそんなんじゃないって言っておくから。別に否定する。休めば？違うの。夏風邪はバカが引くものなの。だからお姉ちゃんは風邪をひいてない。おはもう寝ててよ、ほら。僕、学校行くけど死なないでね、お姉ちゃん。死なないわよ。行ってらっしゃい。京子ごめんね。急な仕事が入っちゃったの。そばにいてあげたいけど、ママ行かないと。平気。今はパパいないし、仕事が大変なのは分かってるから。もう子供じゃないもん。詰まる詰まる、鼻詰まる。堀さんタオルいる？ありがとう。幻覚？なんで宮村？蒼太が朝早くに、お姉ちゃんが死んじゃうって電話してきたから。そっか。じゃあ。あと、制服は着替えた方がいい。堀さん！こ行くの？飲み物？堀さん、マジで、寝てた方がいいよ。どこ、行くのよ。なんでいないの？どこ行くのよ！行かないで、じゃないのかな。どこにも行かないよ。お前なんかいらないって。顔も見るのも嫌だって。どこかへ行ってしまえって。堀さんがそう思わない限り、俺はここにいるけど。後で、ちゃんと水分取らないとね。あと、俺、堀さんが好きなんだよ。何かあったら、電話かメールして。すぐ来るから。今の何？てか、びっくりしすぎて熱引いてる。わからない。確認したい。でも、もう一度言わせたくない。